号中日ドラゴンズ、やっぱり大型連敗はしないわらわらわら。今回も8連敗でストップ、大型定期。なぜか毎年2桁連敗だけはせんよな。決めたのは細川と宇佐美か、また火曜から負けれるね。PV 彼氏がたまに優しくしてくれる作戦やぞ。バンドで勝つときいつもさよならだよな。死んだふりやからな、こっから上げてくるよ。43年ぶりの2桁連敗ならず。バンテリンある限り2桁連敗はない。中日強いから好き。米の収穫期はまだやぞ。これでファンは連敗のことなんか忘れて来週も応援するからな。また一からやり直しやね。ヤクルトさんが悲しそうな顔で見てる。日曜勝つの大事よ。中日の負け数は外れち。鬼畜米英に略奪された米を取り返す時期や。宇佐美って隠れて米食ってんじゃねえの。普通の打線なら連勝だぞ。こうやってたまーに DV 彼氏が優しくするような試合見せるとファンはもう抜けられなくなるにゃ。ほんと恐ろしいわ。さよならコレクター。中日ドラゴンズ、てか現役ドラフトがなくて木下が怪我しなかったら細川と宇佐美おらんやろ。奇跡的に100敗コース回避してるやん。中日は紅葉を分かっとるな、さすがや。いつも盛るからさらっと切られると損だけってなる。日曜日家族連れの中二ドラファンに人間辛抱だ。苦労の後には喜びが待っていることを教えてくれる素晴らしい道徳的球団。宇佐美は単身赴任やから寮の飯で白米ないんやろ。ようやっとる。チーム状況が悪いんじゃなくてただ弱いだけかよ。一週間面白いことしかしなかったのやばすぎる。宇佐美さよなら、宇佐美さよなら、8連敗宇佐美さよなら。今日は日曜だから面白いネタ提供は休みか。宇佐美のさよならで勝つ以外のパターンがない。これがあるから中日ファンは中日から抜け出せないんだよね。麻薬みたいなもんだよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。